パパ、お話聞かせて。なんだ、眠れないのか。しょうがないな。桃太郎、昔昔あるところに老夫婦が暮らしていた。おじいさんは芝刈りを、おばあさんは洗濯をライフワークとしていた。ある日、おばあさんは川で洗濯をしていると、大きな桃が流れてきたね。さあ、桃を割ってみると、中から可愛い男の子が生まれてきたので、桃太郎はちゃんと名付けた。やがて、たくましく成長した桃太郎は、村人を苦しめる鬼を退治しに行ったわけだね。さあ、結論から言おう。ね、桃太郎は勝った。では、なぜ勝ったのか。きびだんごというインセンティブが働き、仲間の士気を高めることに成功したからだね。さあ、これも言っちゃおうかな。これがきびだんごのレシピだ。以上、何か質問は？